セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの9回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはジャイアンツの先発田口が東京ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというフライ。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。ショート取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている青木。昨日のゲームは猛打。打ちました。伸びていく。どうだ。入った。ホームラン。先制ホームランです。スワローズ。ジャイアンツ初回いきなり先制弾を浴びました。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ここで一発を浴び、結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。打席には3番バッター雄平。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。見逃し三振。バッターボックス山田。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。ボールになります。外れてますか。はい。外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。これはどうだ。坂本一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ先手を取るソロホームランが出ました。1対0スワローズ先制です。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね。ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ怪我人がね出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。モタが打席に入ります。さあスワローズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをジャイアンツ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球ボール。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。大きな打球になった。伸びていく。どうだ。どうだ。フェンス直撃。二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打。ノーアウト。さあジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。早めに追いついておくことでもう一度立て直していきたいですね。なるほど。そうですね。まあまた彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい。二塁タッチもセーフ。変化球タイミング合いません。ボールになります。アウトコース、これは見送ってボールです。スリーボールになりました。外れてフォアボール。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうです。タッチもセーフ。もう一球牽制球。二塁タッチもセーフ。また牽制。タッチもセーフ。初球ボール球です。さあ2球目は何か。内へズバッと投げ込んできました。これは見送ってボール。ここも牽制。二塁タッチもセーフ。
追い込まれました、まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね、外に変化球打ったショートの左掴んだ一塁送球一塁アウトワンアウトランナー三塁二塁です。最低限ランナーは進めましたね、さあそしてこのチャンスで打席には4番の岡本が入っています。まず大きく外れてボールになりました。しっかり捉えた大きいぞ逆転なるかレフト見送った岡本今シーズン第11号の逆転スリーランホームラン卓球高々と舞い上がり東京ドームのスタンドに消えていきました。逆転に成功しましたこの回のジャイアンツ3対1。いや完璧に捉えました見事なホームランです。そうですね、ベンチではチームメイトに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただきましょう期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。いや手応えあったんじゃないですかね。初回から逆転に成功流れを取り戻しました。打順は5番パーラ昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ジャイアンツホームランで逆転しています。西さん先ほどはいい形で得点が入りましたね。これでゲームが面白くなってきましたね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。いいボールでしたね。はい、変化球が決まっています。この球は落としましたが決まりません。打ちました、これはどうか奥川ツーアウトになりました。バッターボックスには6番中島ここのところ当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。際どいコースには投げ込んでいます。ボール先行です。打った高く上がったレフト下がっていく下がっていくボールはそのままフェンスに直撃ランナー出ましたジャイアンツです。ツーアウトランナー1塁バッターは7番に入っている吉川昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ジャイアンツ先制を許した直後のイニングインサイド打ちましたライン際に打球が飛んでいるわずかに右に切りましたファールボール次が2球目2球目打ちました一塁線を落ちましたファーストランナーセカンドバッテ3塁に向かうバッターランナーは2塁まで進みましたチャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁さあ初球は何かいいコースですが外れています。2球目は何で来るかボールになります。ボール先行です。次が3球目低めは外れましたストライクが入りません。外を低め決まってストライク5球目は何で来るかああいいボールでしたね。はい低めにストレートが決まっています。さあ引っ張った太田一塁送球します。一塁アウトスリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。1回終わりました3対1ジャイアンツ逆転に成功しました。2回の表追いかけるスワローズの攻撃バッターボックスには5番エスコバーさてジャイアンツの先発は田口今日が7試合目の登板です。前回の登板は6回3分の2引っ張ったこの当たりはどうかこのフライはどうだ落ちるかレフトが取りました。6番バッター川端田口まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。打ちましたショートゴロです。取ったアウト2アウトバッターは7番に入っている太田ここのところ当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。打ちました痛烈これはセカンドライナー反撃したいスワローズでしたがここは三者凡退に終わっています。先発の田口が打席に入ります。まあ、ピッチャーというのも塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球ボールキレがありますね。はい変化球空振りでストライクインサイド落ちましたこれはどうだ取りましたアウトワンアウト打順は1番に帰りますバッターモタ
まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄三遊間抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。2番バッター丸、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース外れます、ボール先行です。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ストライクを取りに来たところ、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。いや、ツーボールでしたからね、1の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、そしてベンチではチームメートがこのポーズ、盛り上がっています。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや、本当にうまく反応しましたよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。打席には3番バッター坂本、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。初球ボール、まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、痛烈な打球、打った、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。高めに浮いたストレート、逆方向へ打ち返した当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ6対1になりました。力のある高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、見事なホームランでした。まあ、ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。早くも突き放しにかかりました。打順は4番岡本、先ほどの打席で逆転となるスリーランホームランを放っています。いや、いいところで一発が出ましたよね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。いいところへ決まります。154キロ、インサイド落ちました、大きな打球になった、これはどうか、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。コースですが外れています。これが2球目、ボールになります。ボール先行です。インコース低め、ストライク、151キロ、引っ張った、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ライト弾く、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。見事なタイムリーヒット、7対1ジャイアンツ。この中島、ここのところ5試合で打率が1割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。今日見る限りではしっかり振れているので大丈夫だと思いますけどね。引っ張った、取った、1塁を送ります。2アウトになりました。バッターは7番吉川。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。2アウトになっています。打ちました、ショートゴロ、ショート取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ2本のホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、早くも大きくリードを奪っているわけですが、こうなるとバッテリーの配球も変わってくるんじゃないでしょうか。いや、もう本当にね、ストライクを先行させるということをまず第一に考えるわけですから、もうポン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 いっていいと思いますね。そうですよね。引っ張った、これはどうか、これはサードライナー。バッターボックスには代打の中山。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。打ちました、これはどうだ、坂本、アウト、2アウト。打順はトップに帰って坂口、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。引っ張った、ファーストの左、抜けました、2アウトランナー1塁。バッターボックスは2番青木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。いいストレートですね。インローを指にかかったストレートで空振り。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。これから3回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号28吉田がマウンド上に上がっています。初球は何で来るか。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。アウトコースは外れます。打ちました。いい当たり。レフトへ打球伸びる。レフトライナー掴んでまずワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが先発の田口がバッターボックスに入ります。まあミートして前に飛べば何が起こるか分かりませんからバットを出していってほしいですね。そうですね。3球目は何で来るか。バッター弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッターモタ今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。引っ張った取った一塁アウト。スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。回は4回の表ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。雄平がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そう打ちました。坂本抑えてワンアウト。バッターボックスは4番山田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。掴んでツーアウトです。バッターボックスは5番エスコバー。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。これはどうか。坂本一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターボックス丸先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやーナイス。高めのボール掘ってワンアウトです。バッターボックスには3番坂本先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました。レフトに強い打球。レフト深いところを破っていきました。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには4番岡本今日はここまでホームランを含む2打数2安。引っ張ったサード取った2塁送球セカンドフォースアウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。西さん5回の段階でこれだけのリードベンチとしてはどのようなことを考えてますか。いやもうね余裕じゃないですか。もうピッチャーもね余裕を持ってピッチングできると思いますよ。そうですよね。確かにそんな雰囲気が漂っています。引っ張ったこれはどうだ。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には7番バッター太田先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。いやアウトになりましたがいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいです。痛烈これはショートライナー。打順は8番中村先ほどの打席はサードライナーに倒れています。いやしっかり捉えたいい打球でしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですか。ワンアウトになっています。いいボールですね。はい、アウトコース変化球打ちました。ショート取った二塁を送ります。二塁アウト一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。今日の打線ですと西さんこの後も追加点が期待できそうですね。いやまだまだ点が入りそうですね。そうですね。ファンとしては非常に楽しみなゲームになっています。
今のはよく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。高めのボール打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。高めに浮いたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。うん、力のある高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。バッターボックスは6番中島。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。初球はボールになりました。三塁線ファウルになります。打った瞬間確信したか。ぐんぐん入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対1。いや、早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。打順は7番吉川。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。インサイド変化球決まっています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。外れました。ボールです。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスは8番小林。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかったですね。まあタイミングは合ってると思うので、まず何を投げてくるか。打った。吉田取って一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ2本のホームランで追加点を挙げています。5回終わって9対1。ジャイアンツのリード広がっています。ここまでのハイライトです。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の表、これから6回。点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の広岡。さあ西さん、なんと初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。田口取ってツーアウトです。打順は2番青木。今日はホームランを放っています。ここもしっかり抑えて打ちました。積極的に行きましたが最後はセンターライナーに倒れています。6回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号17清水がマウンドに上がります。さあまず1球目、打った取りました。ワンアウトです。バッターボックスには2番丸。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなしです。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いいボールが行きましたね。インローのストレート、力のあるボールです。あっという間にツーストライクです。いい当たり。ライト下がっていく、下がっていく、どうか、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。10対1。うん、力の高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、ベンチ前ではチームメートがこのポーズで迎えて祝福しています。3番バッター坂本、先ほどの打席でヒットを放っています。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。ボールになります。外のスライダー、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。
三振になります。ツーアウトになっています。4番バッター岡本、先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か。ライダー外れます。ボール先行です。速いボール、膝元決まってストライク。146キロ、打ちました。伸びていく。この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。はい、はい、これから7回、ジャイアンツに選手の交代がありました。ライトのパーラ。小宮山さん、このまま行きますとベンチは完投させますかね。そうですね、まあ、点差が点差ですからできれば1人で投げ切ってもらいたいんですけどね。さあ完投になるんでしょうか。アウトロー外れます。打ちました。ヒットになった。雄平、今日の初ヒットが一杯に緩いボールを入れてきます。ストライクです。打ちました。吉川二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスエスコバー、先ほどの打席はショートゴロに初球打ち、坂本掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。10対1、ジャイアンツ大量リードしています。西さん、今日の試合打線はいい流れをつかんでると言えると思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思う通りに打ってますよ。そうですね、その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。打ちました。積極的に行きましたがライトライナーに倒れています。ワンアウトです。バッターボックス中島、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランです。打ちました。これは浅いフライ、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがレフト掴んで2アウト。はい、バッターボックスには代打の菊田、2アウトになっています。これが1球目、初球ボール、打ちました。浅いフライ、フェアかファウルか。ファウルです。ボールになります。ジャストミート、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、11対1、代打起用に応え1点を追加します。点差はますます開いていきます。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。8番バッター小林、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。際どいコースに送ってストライク。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、届いた、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対1。力のある高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ピッチャーに打順が回って、先発の田口がバッターボックスです。調子自体は悪くないんで引き続き投げさせるということですね。はい、そうですね。バッターボックスには代打の湯浅、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。初球わずかに外れてボール、
打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちてフェア。これで3連打。ツーアウトランナー1塁。打順はトップに帰ってモタ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。変化球空振り。3アウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ2本のホームランで追加点を挙げています。7回終わって12対1、ジャイアンツのリード広がっています。これから8回スワローズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15沢村がマウンドに上がります。これから8回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の西浦。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますから。内野を抜けていきます。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで5試合で。これが初球。打ちました。サード取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。バッターボックスは8番中村。まあ、ジャイアンツとしてはこの終盤でこれだけの点差があるんで、焦らずピッチングできますからね。なるほど、そうですね。アウトコース打ちました。坂本一塁送球ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、アウトになりましたが、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。ツーアウトになっています。ピンチの場面でしたが、空振り三振を奪います。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号13中尾がマウンド上に上がっている。さあ、マウンドに上がったのは中尾。今シーズン19試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。打った。中尾抑えてワンアウト。バッターボックスは3番坂本。今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました。ファウルボールです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番岡本。今日はホームランを放っています。前の打席は川谷という打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。2球目打っていきましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。これから9回スワローズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号23戸上が3番手としてマウンドに上がります。西さん、大差をつけて9回を迎えています。ベンチとしてはもう安心して見ていられるでしょうね。まあ当然ベンチもね、ここまで来ると安心はしていますけれども、まだまだ最後までね、気を抜いてはいけないですよ。確かにその通りですね。緩いボールを持ってきました。打った。ライトの前、あっという間にライトへ。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。タッチして、これは二塁アウトです。バッターは2番青木。今日はホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。ワンアウトランナーありません。ボールになります。打ちました。取った。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。
バッターボックス雄平。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ヒットで打ちました。ショートが前に来る。取った。一塁へ。アウト、ツーアウト。バッターボックス山田。まあ、ジャイアンツとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。バッターの山田、今シーズン得点圏での打率は1割6分1厘となっています。落としてきましたが、これは外れます。外へのスライダー、ここは見極めています。フルカウント、ここは空振りで三振を取ります。試合終了。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、打線が見事大爆発しましたね。いやー、もうね、こういう対象なかなか見られないですけどもね、よく打ちましたよね。非常に見ていて気持ちのいいゲームになりました。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。